雪かき、やだ。スキー、やだ。そこを歩く、やだ。それもこれも指が登場するあの感じが、やだ。このグローブなかなかすごいぞ。寒い冬でも暖かく過ごせる電熱グローブを紹介します。ぜひ最後までご覧ください。こちら早速開けてきます。取説、こちらは全て英語。リチウム電池イオンが2つ、充電器、巾着袋、いいですね、リボンがついております。はい、こちらサイズはいっぱいあります。監督は M サイズを選びました。拘束されてましたので外します。はい、こちらでございます。はい、というわけでこのような形です。はい、しっかりした手袋です。チームバッテリーですね。こちら二股に分かれていますので充電器にセットしていきます。充電終わりましたらこの中にこちらがありましたので充電されたものはセットしていきます。閉めます。セットをしますと重量感はやはり増します。こちら電源ボタンオン、赤くなりました。おお、すぐ暖かくなってくる。あ、わかりやすい。見てください。バッテリー残量が書かれております。今残量がどれくらいかわかります。ありがたい。もう一回押すと緑に3パターンあります。長押しすると消えます。あったけー。あとこちらなんですけども、なんとこんなにゴッツゴツなのに、なんとタッチも反応するというわけで、5本の指、すべてが操作できます。やってみたいと思います。こういう感じで操作できますね。おお、大きいのでちょっと難しいです。こちら加熱面は指と手の甲が温まります。また防水性がありしっかり手を守ります。使い方はとても簡単。バッテリーをセットしましてこちらのですね線につなげます。そして装着してここを長押し、赤く光ります。そして数秒でじわーっと温かくなります。この充電バッテリーは低温、中温、高温3段階に調整できます。ちなみに低温モードではフル充電で最大12時間持ちます。この電熱グローブ、もう一つの優れた特徴は快適さと耐久性です。柔らかい内部素材が手にフィットし、こういう素材です。動かせる範囲としては電熱グローブだからといってこれくらいのサイズの手袋と全く変わりません。こちら滑り止め効果があるポリウレタン素材、この部分と手の部分、こちらですね、作業時にとても便利です。例えば物を握るですとかバイクのハンドルを握っても滑りにくいです。さらにグローブの外側、耐久性のある素材でできており、繰り返しの使用にも素晴らしい耐久性を発揮してくれます。激しい雨や雪の天候でも優れた防水性も発揮。いかがだったでしょうか。厳選された素材と使い勝手、3つの異なる温度設定、このグローブがあればもう手が凍える心配はございません。寒さから解放される電熱グローブ、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。外出先でも手軽に使えそうです。監督ラボの監督でした。興味がある方はぜひ概要欄へゴー。